飛部設立一周年、滝沢秀明氏が明かす、成功の裏に潜む挑戦と苦悩を、滝沢秀明氏が語る、驚くべき成功の秘密とは、飛部の設立から一年が経ちました。この一年間で、滝沢秀明氏はファンや関係者に対して感謝の気持ちを述べています。彼の言葉からは、創業時の不安や夢、そして自信に満ちた気持ちが伝わってきます。ファンの皆様、飛部に関わる全ての方々、 本日はちょうど1年前飛べ社の立ち上げの発表の日になります。たくさんの不安とたくさんの夢を抱きながら、この先は暗いのか明るいのかもわからず、どこか無駄に自信だけはあったのを記憶しています。これは新しい挑戦に向かっていく際に誰もが感じるであろう複雑な感情を表しています。不安や夢の実現への希望、そしてその中でも自信を持つことの重要性。 滝沢氏の言葉は、まさにこれらの感情を代弁しています。飛べの理念は、エンターテイメントを通じて人々に喜びと夢を届けることです。私たちはエンターテイメントを素直に楽しみ、それを見る方々が素直に喜び、少しでも皆さんの中で現実世界から離れ、夢の予感に入り楽しんでいただきたい。そこには争いもなく、ただ純粋な気持ちでエンターテイメントと向き合いたい、そう強く今でも思っています。 この言葉は、トベが追求する理想を明確に表しています。彼らは単なるエンターテイメントの提供者ではなく、人々が日常生活のストレスから解放され、純粋な喜びを感じられる場を提供したいと考えています。滝沢氏は、今後もトベが想像を超える活動を行っていくことを宣言しています。僕たちは自信を持って、これからも皆さんの想像以上のことをやっていきたいと強く思います。 まだまだ会社としては小さい私たちですが、やることはダイナミックに行きたいと思います。この決意は、飛べがまだ成長途中であることを認識しながらも、大きな夢と目標を持ち、前向きに進んでいることを示しています。最後に、滝沢氏はファンや関係者に対して感謝の気持ちを述べています。たくさんのメッセージありがとうございました。そして引き続き飛べ、全アーティストのご声援よろしくお願いいたします。夢は見るものではない。 夢は叶えるものだ。3、2、1、飛べ、飛べ新たな時代へ一周年。この言葉には、過去1年間でのサポートに対する感謝と、飛べがこれからも夢を追い続け、成し遂げていく決意が込められています。飛べは、設立から1年が経ち、多くのアーティストとファンを魅了しています。しかし、その背後には、滝沢氏のリーダーシップと、彼が持つ広い視野と情熱があります。彼は常に冷静でありながらも、情熱的で、 困難な状況にも柔軟に対応します。彼の人柄や信念が、飛べの成功に大きく貢献しています。滝沢氏は自身の経験から、損して得取れという兵法を体現しています。彼は過去の挫折や困難を乗り越え、今ではスタッフやアーティストと共に夢を追いかけることができています。彼の物語は、挑戦と成長、そして信念の力を象徴しています。最後に、 戸部の一年間の成長と滝沢氏のリーダーシップについて考えてみましょう。彼らはこれからもどのような新たな挑戦に取り組み、どのように成長していくのでしょうか彼らの物語はまだ始まったばかりです。